龍は、五漢末期から三国時代の政治家。字は教授。南洋軍安修剣の人。調査帝王龍発の諸子の安州高校。龍丹の子孫。兄に、の望むの。弟に龍威、老いに、龍岡。受孫に、竜隆史。三国史義士に、捨てがある。十歳の時、学童で遊んでいたところを、芝木に可愛がられた。兄のの望むのは、 聖望が高く、東園の慶州木の流氷に招かれ従事を務めていたが、正論を吐いたため迫害を受けた。身の危険を感じる劉も地域に対し、劉は今すぐ逃亡することを勧めた。劉望むのはこの言葉に従わなかったため殺害され、劉は陽州に逃亡し、後に曹操に身を寄せた。曹操は劉を上昇府の俗官とし、後に 五干章の文学に転任させた。葬儀は竜を信任し、葬書で手紙をしたためてよいとまで言った。竜は恐縮しつつもこれを受け入れた。曹操が冠中に遠征しようとすると、竜は上奏し、衆の文王のような徳を積むべきだと述べた。曹操は竜の意見に同意できない胸の返答をした。その後、龍の弟が義父の反乱に加担したため、 竜も連座するところであったが、曹操に許しを得て、上昇曹操族への配置替えに止まった。この計らいに、竜は上奏して、曹操に礼を述べている。曹費が即位すると、自中となり、館内校に封じられた。221年に死去した。著述が数十編残され、邸ただしと、刑罰、儀礼について議論した書物もあったという。ありがとうございます。